キム・ジュ・ヒョクは、大韓民国の俳優。東国大学校演劇映画科卒業。父親は同じく俳優のキム・ムセン。趣味は、映画鑑賞、スキー、ラフティング。2017年10月30日に交通事故により、死亡。去年45歳。1998年に SBS 校最タレントとしてデビュー。デビュー以降、数々の人気映画や人気ドラマに出演。 2017年10月30日午後、ソウル港南区三成堂の道路で運転中、別の乗用車に追突し、さらにマンションの壁に衝突し車両が横転、通報を受けた消防に救助され、心肺蘇生を受けながら病院に搬送されたが、死亡が確認された。45歳ボーまた、乗用車との衝突時、韓国警察によると、後方で運転していた。 別の乗用車のドライブレコーダーの記録から、キム・ジヒョクの乗っている車が突然普通ではない異常な動きをしたことから、キム・ジヒョクは運転中、何らかの症状を発症し乗用車に追突して、マンションに衝突したとされた。しかし、解剖結果は、直接的な死因は、頭部の損傷であったとされた。目撃者によると、キム・ジヒョクは、事故時、胸を強く押えていたらしく、 このことから運転中に心筋梗塞を発症して事故を起こし頭部を損傷したのではないかと考えられた。だが解剖結果によると心臓には異常はなく薬物反応もなかったという。よって心筋梗塞の可能性は極めて低いという。韓国警察は現場検証を行ったがなぜ突然車に追突し頭部損傷にまで至ったのか未だに 自己原因がわからないままである。コキム・ジュ・ヒョクの死後、11月25日には韓国企業、評判研究所が、韓国人が愛する映画俳優第1位に、コキム・ジュ・ヒョクが選ばれた。また12月18日には、コキム・ジュ・ヒョクの追悼式が行われ、家族や、近親者、同僚俳優やファンなど合わせて、約500人が参加した。ありがとうございます。